これはブロッコリーの株です。ブロッコリーを収穫した後の葉っぱだけの状態です。奥にあるのはキャベツです。本日は野菜を栽培する畑に来ております。我が家の鶏たちが食べる野菜も作っています。ちょうどいいくず野菜がありました。収穫した時に落とした白菜の葉っぱです。落としたばかりの新鮮な葉っぱだから鶏たちが喜んで食べると思います。この白菜の葉っぱは落として日にちが経っていますからもうダメです。育ちすぎた小松菜です。人も食べられるけどたくさんあるから鶏たちに食べさせてあげましょう。野菜を作っていると食べきれずに巨大化することがよくあります。背丈が50センチくらいあります。大きく育ちすぎて人には硬いかもしれません。大きな小松菜を鶏たちのために何本か収穫します。20kg の配合飼料の袋に入りきらないくらい小松菜を収穫しました。先ほどのくず野菜、切り落とした白菜の葉っぱも袋に詰めて持ち帰ります。